皆さんこんにちはあなたの街から伊藤さんのコーナーでございますがあ日光を思いっきり浴びておりまして目が開けられない状態でございます今日はまたまた静岡県は浜松市にやってきております3月あ10 12月あなんで3月って言ったんでしょうかね12月の今日は15日ということで後ろに畑が広がっておりますけれども 太陽を見てますので何が映ってるか全く分かりませんがノーティスさんというね、最近オープンされました、えー、この畑をやってらっしゃる方がオープンさせたレストラン、ね、見えますか後ろに素敵な建物が、ねえー、こちらにちょっとお昼ご飯を食べに来てるんですけれどもね来年3月18日にこちらでなんと伊吹さらさというねユニットでコンサートが決まってるんですけども。 今ちょうどランチをいただいたところでございましたもう本当に気合いの入った野菜たちを使った美味しいお料理が食べられますからぜひ皆さん浜松にお越しの際はですねからノーティスにお出かけいただけたらいいんじゃないでしょうか、えー、今日は浜松ハーミットドルフィンで音の葉ことの葉のライブでございますけどもね、えー、まあこれアップする頃にはもう終わってると思うんですけど浜松すごいですね美味しいものがいっぱいございますね この後イブキサラさのツアーであと数箇所、えー、回ってですねハモ人のツアーで年末締めるということでございます12月シワス皆さんいかがお過ごしでしょうか良、えー、いお年をお迎えください年内どうでしょうもう1回ぐらいできるんでしょうかねあなたの街から伊藤さん今日は静岡県浜松市から再び、えー、お送りいたしました眩しい